それでは今晩の聖書箇所をお開きしてまいりましょう今晩の聖書箇所はガラテヤ人への手紙第5章22節から23節です口語訳聖書をお持ちの方は新訳聖書299ページになりますガラテヤ人への手紙第5章22節から23節今晩はこの箇所より御霊の実慈愛小さな親切と題して田中信夫先生がメッセージを取り継いでくださいます よろししいでしょうかガラティア人への手紙第5章22節から23節をお読みいたしますしかし御霊の実は愛喜び平和寛容慈愛善意忠実乳和自制であってこれらを否定する立法はないお祈りをさせていただきます 天の父なる神様、週の半ばの祈祷会にこのようにして祈りの勇者をお送りくださり、今、日本各地、また世界各地でご一緒に神の家族が祈りのひとときをお一人一人のご自分のため、また周りの人々、また私たちのこの神の家族、教会のため、日本のため、世界のために私は祈りを一つと できることを心から感謝します神様が伴ってくださる恵みを感謝し主イエスキリストの皆によって祈りますアメンようこそおいでくださいました祈祷会にもねだんだんこう数が増えてそして今画面をご覧になってらっしゃるあなたも、うん、ご一緒に祈りのひと時を持てること大きな喜びです、えー、今年は身を結ぶという大きなテーマの中で 三といえば精霊様によって満たされて豊かな実を結ぶすでに愛喜び平和寛容とやってまいりまして今日は慈愛とというところですねでも日曜会話で「慈愛」という言葉をお使いになる方も少ないかと思いますけども聖書をお持ちの方の中には神官役あるいは共同役をお持ちの方がとももこの「慈愛」は「親切」と そういういうに記されてますねですからむしろ親切というね神様の礼に満たされる時にあなたのうちに親切の豊かなぬくもりが満ちるそういうふうに先ほどあの司会者がですから今日は特に「小さな親切」というタイトルをつけてくださいましたがそこから今日はご一緒に見ていきたいと思います。この 60年ほど前にクリスチャンでもあり東大の総長をなさいました茅先生がこの神様の愛慈愛というものが本当に満ちるようにということで小さな親切運動というのを全国に、ね、海外にも広がりましたけどそういう運動はあなたもご存じだろうと思う今ももう、ね、盛んなされて小さな親切のさまざまな この企画そういうもものにも参与なさったりそういういところに応募して私たちの教会員の方々が作文のコンクールに入選なさったりとそういう,こうつながりもありますがそうですねこの神様の霊に満たされると慈愛つまり親切が、ね、もう皆さんのうちからこうほとばしり出てくる。神様のの慈愛愛というものが 言葉知り出るために大切なことは例えば、うん、ある時貧しい国々を訪ねてよしこ先生とメキシコに行った時のことを昨日のように思い起こしますがもうたくさん人々が集まってきてですねそして「お菓子をくれキャンディーキャンディー」ってこう叫ぶでたくさんあればですけどももうなければこうニードはあってもですね差し上げることができない。 そんなことをふと思い起こしますがつまり親切ぬくもりといってもまずはね人様に差し上げる小さな親切もさることながらあなた自身がたくさんの親切神様の愛に満たされていることが第一ステップになるわけです。そここでで聖書はは神様の愛友の愛愛友ために命を捨てるこれよりも大きな愛はない すなわちあなたのためにイエス様は十字架にかかられたこの愛これが神の愛ですよというふうにクリスチャンはみんなそう理解しますしその通りですがしかしこういきなりですねこの神様の愛つまり十字架それはあなたの罪のために死なれたでも罪と言われてもこの相対的な比べる罪まあそれは恥。 恥ずかしいという恥というようなこの表現を用いることもありますがでも聖書というのはそういう比べるんじゃなくて絶対的な全能の創造主の神様の前での自分の不十分さこれを罪というわけでその罪の許しが神の愛っていうことですけど今申し上げましたように人格的な神様という概念が乏しい私たちの日本の中にあっては。 その神様の愛と言われてもなかなかピンとこないですねですからピンとくるためには私たちイエス・キリストご自身もそのピンとつまり十字架の愛をでもそのことがわからないためにわかる形でイエス様は私たちに示されたその通りですそれがヨハネによる福音書の十三章聖書をお持ちでしたらヨハネによる福音書の 13章を開けていただくといつもこの「戦争祈祷会」その時にはこの歌所を読んで互いに足を洗い合うそしてその出来事を通して本当に神様の愛がこう体感実際に分かったという人がたくさんいらっしゃいますがヨハネの13章そこに神様の愛親切ということが あなたに分かる形でまたあなたが誰かにご説明なさる時に分かる形でここに記されています。十三章の一節からこう読んでみますよ。この一節「杉越の祭り」の前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで 愛し通されたああ神様のね愛をもう最後のチャンスということそして2節に夕食の時とこうなりまして4節飛びますよ夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に巻きそれ,らそれから水をたらいに入れて弟子たちの足を 荒い腰に巻いて手ぬぐいで拭き始められた、はい、こちらをご覧ください7つのステップがありますねこの一つ一つのステップを丁寧に見ていくことによって「あ神様の絵がイエス・キリストが十字架ということが分からない」だから分かるために「後で分かるよ」と言ってこの足を洗うというねその出来事を丁寧にここで 記されています7節を見ると「イエスは彼らに答えて言われて私のしていることはつまり足を洗うということですね神様の愛神様の親切は今あなたにわからないが後でわかるようになるだろう」。これはやがて十字架につけられ、ね、私たちの罪の身代わりに死なれた神様の愛が十字架にある愛だということが 今わかんないだろうだからわかる形で示されたとこういうわけですずっとと言いまして12節こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ再び席に戻って彼らに言われた私があなた方にしたことがわかるかうんどうでしょうあなた方が私を教師また主と呼んでいるそういうのは正しい私はその通りであるしかし主であり また教師である私があなた方の足を洗ったからにはあなた方もまた互いに足を洗うべきだ。で15節「あなた方もするように私は下の段」手本を示したのだ。はいこちらをご覧ください。そういうことですねたくさんの親切慈愛を人々に差し上げるでもそのためにあなたご自身がたくさんの 親切愛をもう心を体いっぱいに満たすことがそのためにイエス・キリストはあなたの足を洗ってくださったそれは代表して2,000年前の弟子ですけど2,000年っていうのはね長い歴史があれば数分前と同じことであなたの足そしてこの戦争祈祷会の時に実際に足を洗いこの、うん、そこにひざまずいてる人がイエス様だ そう思って、そうすると本当に重なり合ってああ自分は大切にされてる親切にされてる愛されてるっていうことをその具体的なことを通して体験した人がたくさんこの教会にいらっしゃいますがすなわち私たちが親切愛のために神様は人だってイエス・キリストはあなたを愛しておられますよそして具体的にはあなたの足をね洗ってくださる。 膝まずいて腰に手ぬぐいそして洗ってあとは自分で拭きなさいじゃなくて最後までね7つのステップ拭いてくださるこの足を洗うってどういうことなんだろうか足を洗うそうですねまずこの足というのはこのあなた自身の人生を支えているもちろん手も頭も あなたをでもねあなたの全てを支えているのは足なわけですつまりあなたの足となってくださるつまりイエス・キリストが足を洗われたということはあなたの揺るぎない土台としてあなたを支えてくださっている私が親切にされる愛されているそれは私の人生の土台をしっかりと支えてくださる そしてうんどんなものにも勝ってこれ以上強いものがないと思ってもその地上の一切の確かさをはるかに上回ったものを持ってひざまずいて私の足を洗うということ足を支えてくださっている皆さん。あなたを支えるものは何ですか健康もあり経済もあり家庭もありでもそれは過ぎゆくものです。あなたを愛している。 あなたへの親切というのはねイエス・キリストはあなたの足元にひざまずいてあなたを支えているそれは地上ののどどんんなな強さどんなものにもに比べることができないこの間も言いましたねこの一番強いのは鉄だ「うん、鉄はアートム」なんて言葉もありましたけどでも最近はね「鉄の10倍強い」えー「鉄の10倍だよ強い」。そして 鉄ののの重さの4分の1あの炭素素材の話をしましたがですから実際にそれはですね飛行機のねボディーとなったりあるいは車にも使われそうでしょう頑丈でしかも軽いって言うんですからおよそそんなことは考えられない、えー、この鉄の10倍のそして重さが4分の1とこれは一つの表現ですが。 およそそういうことではたとえきることもできないあなたの足を洗いあなたの足のもとにひざまずいてね私があなたの人生のよりどころだよ足というのはねその通りですね人長を超えた協力の土台が神の愛イエス・キリストですよそして具体的にはそのイエス・キリストが今ここに見えなくてもイエス・キリストの語った御言葉聖書の言葉がね あななたの土台になっている御言葉は我が足のともし火そうですねいつも御言葉によっていろいろなことをこう考えいろんなこうネガティブなものがでもあの方が言った言葉にいつも立ち返り立ち返りそして自分の人生の中にこうぬくもりいっぱいにして人々にお裾分けできる。今日もこの イエス様が死を洗われたという出来事を通して神の愛を確認しそして私たちはご一緒に今日祈ることができることは大きな喜びです足というのはねそうあなたの土台であるばかりなく足はそうですねあなたの人生分かっているけれどできないつまりできないやらない実らないっていうねサイクルを回ってしまうできないからやらないから 実りのの収穫できなないい、うん、その結果が出ないしかしイエス・キリストが足を洗うということは大丈夫できる人にはできないが神にはできる神は何でもできるその御言葉に支えられてこの自分の足元がね強化されていくですからできないやらない実らない人生からできるやりますやりましたこういう これがクリスチャン障害ですねできないな、うん。でもあの方が足元をしっかり支えてえ私の足を洗ってくださったということはそういうことなんだやりますあのお話を思い起こしますねまたあの21章のこの2人の兄弟1人はもうやりますって言ったけどやらなかったでもやらないって言ったけど途中で そうだと思ってやって成し遂げていった人の話のように小さな親切つまり慈愛に満ちた日々を送るためにまず私のために神がイエス様が私のね愛私の足を洗い私の土台となりそして身の息子ことのできるようなね行動に至るエネルギーをくださる。 そしてまたそうですね一番肝心なのはこの先ほど言いましたようにこの究極的には人間との神との関係が切れている罪そこを完成させるためのこの十字架ということですけれども。 でもその私たちは絶対的な罪っていうのはなかなか分かりにくくても相対的な罪分かりますね。あんななななこことしなきゃよかったなこうだったたうだつまりこう罪というものを汚れというようにするならばこのうん洗えば取れる、ね、そういう汚れ取れにくい汚れ絶対取れない汚れありますね。もう私たちが 洗えばこうつまり祈ってすぐ立ち返られる、ね、そういう私たちは汚れに対し究極的には罪ですがそれに対していつもねこう敏感になってすぐ悔い改めて立ち返る、ね、こう頑固にならないですぐ立ち返るそういう私たちは信仰のこう癖をつけていきたいものです。取りにくい汚れ、うん でもこの類は祈りと断食によらなければってあるように徹底的に祈り抜いてそれをこう成し遂げて強靭なクリスチャンの器があなたのように作られていく取れない汚れと言いましたけれどそうですね例えばこのがんになるもう死ななきゃねもう治らないで死んでしまったんでは身も蓋もねだからイエス様が十字架の上で死んでくださった。 そのイエス様の十字架、そこ,ここに神様の愛があるこのことを精霊様によってそう小さな分かりやすいところから分かりにくい徹底的に分からないでも精霊様によってどうか私が神様の愛が生活の中で実行できてそして誰かに実を結びその愛を通して神様に出会ってもらうための 神の使者としてて私を用いいください皆さんの今晩のその祈りその通りですねそうすると私たちはその神様のぬくもりをいっぱいこう精霊様によって頭で分かり生活で分かりそして生活のそうですねいろんな出来事で大きな恵みでも小さな恩返しこれが小さな親切という。 クリスチャンとしての加谷先生が何としても神様の愛を日本に伝えたいという具体的な働きをと言いましたけれども皆さんも小さな応答をしっかりと日々ね自分の中で確立していきたいものですいろんな形があると思いますがまず自分流のこう神様への親切恩返しあなた流です。まず自分はどういうい長所があるかな どういう持ち味だろうどういう個性があるだろうというところからこの神様の愛をあなたを通して周りにお裾分けするってこともできると思うんですね。小さな親切と言いましたけどそれを自分の小さな習慣にしてしまうで自分の小さな,なんか大きなことができなくても自分の生活の中で仏教では無罪の七世つまり お金がなくても学校に行ってなくても健康でなくてもねもう誰でもできる小さな親切なあつを言っていますが例えばどうですかね微笑みいや私などはこうあんまり得意な方でなく吉よしこ先生にねこの口角を上げて高島さんにも「かっ」っていつもねもうたくさんの人にこう言われますがなかなかこのうん。 でもとても微笑みの美しい方がいらっしゃいますねで、微笑みっていうのをやっぱりこう小さな親切神様の愛の代理人としてでそういった意味ではもう定期的にこう鏡をご覧になる人もいますが、うん、でも私はそういうタイプでないなじゃあ仕草さりげない振る舞いっていのどうですか、ね、あのうちのスタッフで何かあるとですねパッとこうすぐね 私がここであのミーティングなんかをしましてパッと落とすとスッと飛んできてですねその速いのなんのね振る舞い仕草そういうことでこの小さな親切うん私はそうだな言葉かなちょっとした表現でもついこうネガティブに消極的否定的になるものをひっくり返してポジティブに言う。 ね、ですから考えてこれをどういうふうに表現したらいいのかなというふうにこのこの間そうでしたねその宗、うん、法といいますか小さな文章の中にこのクマ、うん、さんにですねこの、うん、が顔にね灰がついてるのでそれをこうね灰をい こう追い払おうと思って石をバーンとね熊が投げたらね顔が壊れたとこんな話がありましたけど私たちは良かれと思ってこう言うんだけれど投げた方はねでも投げられた方それの言葉その人の,の価値観や捉え方の言葉もあろうかと思いますがやっぱりこう小さな言葉一つの言葉で泣いたり 一つの言葉で笑ったり怒ったりっていうことになると小さな親切ということもあなたのねこう考えて神様からもらった知恵でもってこの小さな親切の言葉でも言葉もやっぱり思考考え方ですからそうだ考え方をね神様からもらってそして考え方を提供してもいいでしょうし考え方から来る言葉や いろんな形でもってそうですね今日は慈愛というのは親切というのをまず神様からいっぱいそれを具体的に足を洗っていただいたでそのことを思い起こすあなたがさまざまな状況の中ででもイエス様に来ていただいてそして、えー、しっかりとねそのイメージといいますか信仰でもってそれを捉えていくそれであなたご自身が満たされる。 そして今度はそれをあなたの得意なスタイルといいますかあなた流でもってそれを人々に今日もスタッフの人に申し上げたんですけれども今日本はですねクリスチャンつまり福音のねこう待ち望むねリバイバルのね兆しがはっきり見えてると多くの人々おっしゃる。それはどういうういことかというとか いわゆるこの豊かさっていうものが、物やね、物質というもの。それが、それゆけ、どんどんにストップがかかって、本当の豊かさってなんだろう。っていうことを、日本人の多くが考えるようになった。その時に、どん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 行く。もっともっとというのに、ストップがかかって。今あるこの状況の中で、この満足豊かさというもの。それは福音による。 この「聖書の世界による」いやこの「神様のイエス・キリストの愛による以外にない」ということがねずっと人々の中にこうこの間も東京でこのお話をしたんですがその前にオンラインでですねさまざまな人にしましたけども多くの人たちはクリスチャンでない人でした。ところがまさにね今日本人が「 この求めている、どんな状況の中にあっても満足できるのは神様の愛私を大切にしてくださったイエス様の愛に触れる時に人々はねこう本当に豊かに浸透し表情が思いが変えられていく特にあのオンラインのこう、ね、3日目のあ最終のところでですねこのに、えー、お話した時に。 このリスポンスねこう応答がありましたけれどもクリスチャンでない人々があなたご自身もそのぬくもりに満たされてあなたを通して、ねえー、今日本人が最も求めているその求めにねあなたが答えていくことができる絶好のチャンスが到来したこういうことです。 どこでどういう形かわからないけれどでもこのイエス様の愛に立ち返りそこで愛をもらいそして自分の現場現場に翻訳をしてそれを出していく、まあ、こういうことですねそういうことの意味をおいてこの忘れがたいといいますかとてもこう印象深いこのお話を皆さんにおす分けしたいと思いますけど。 悟君は小学校5年生そして毎年ですね家族を挙げて富山にですね出かけていくその理由それはですね親戚者たちが集まってこのお祝いっていうか毎年するそれはカニを食べるんんですねこれが美味しいしだそうだ、ね、そしてこの悟君小学校5年生の悟君も ずっと毎年毎年何年も行ってるんですけどこの時期になるともうね体が硬直するっていうかねもう、うん、行きたくないけれども行かないわけにもいかない。その理由は何かというとみんな美味しそうに食べてねうううまいうまいいいっていうねところがカニアレルギーでダメなんだ。 それで毎年毎年ねカレーだけねカレーねカレ彼が好きなねカレーライスみんなカニを食べてでカレーだけがライスでみんなもう毎年毎年で慣れてしまってねあお前いつもあれだなとこんなふうにねところが自分だけでもう食べたいのに食べられないのと 自分と、ね、特に日本人ってみんなと違って一人ぼっちっていうのはねで,すよねでそれに対してどん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 こう心が崩れていきで自信を失うそしてそれをもとにしてですねというか毎年毎年加算されていくようなものでそして自信を失うばかりかこのアタピーになり始めたり不登校にとかねどん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 こう進んでいく。 そういう状況で、もう今年はね、でも一人で自分は留守番。で、ある年行った。ねえ、そこで何があったか。このいとこと言っても、彼は大学の二年生ですが、彼がね。毎年、そんなこと一度もなかったんですよ。その。佐藤君のそばに来て、ね。一緒にカレーを持ってきて、そして。 食べないの一緒にうん僕はいいんだそして一緒にカレーを食べながらね「カレーおいしいな<え>この後にカニ食べないの?」「カニはいらない」「あなたと一緒に食べるのが楽しみ」「いやー今までそうしてあげなくてごめんな」「でも」 こんなに楽しい時初めてだよサトルんびっくりどうしてそうなっちゃったのかサトル君も広瀬さんのことは聞いていた急性白血病になってね、治療しているということは聞いてたんですがこの急性白血病になったことを通してね、この広瀬さんは教会に行くようになったそしてなんで自分がこのような 世界に本当にね神の愛なんかね信じられない友達に誘われて教会に行って分かったことはこんな自分のためにイエス様は足を洗ってくださり十二回にかかりそして永遠の命をくださり死ぬのがあんなに怖かったのに死に対しての恐れはなくなった。と同時に。 こののもらった神様の慈愛、親切をどういうふうにして、ね、お返ししたらいいのかという時にふっと思い出した「はああ何で今までね太くんのことを気が付かなかったんだろう」「どんなに寂しかったに違いない」「今年はどんなことがあっても」と待っているかのようにして彼を迎えてね2人で彼を。 「こんな楽しい時はないな」そのことを通して彼の人生がね癒されるどころか「何でだかわからないけれど」そしてカレーを食べて広瀬さんと一緒にねこのお兄ちゃんと一緒に食べるそのことに今までのこの先ほどこう汚れの取れない っていうありましたけどそれがね一瞬に消えていくようにいや消えてったんですねでもねこの広瀬さんはその後しばらくして亡くなったもちろんみんな悲しみましたけれど一番悲しんだのはサトル君どうして死んじゃったんだろうでも後に 彼も理解ししていきましただから教会に行ってイエス様を知り神様の愛を知りそして神様の愛を知って僕のことを博士さんを通して僕を見つけてくれたイエス様が私を治してくれたんだ彼は死んだしかし悟君の人生の中にイエス様がしっかり生きている。 そして彼はね広瀬さんのように神様の親切愛を僕も伝える人になりたいいいですねえ皆さん今日本は福音を受ける最高のチャンス到来ですそしてあなたの ささりげない親切が神様に満たされたれそれがちょっとした仕草さかもしれないちょっとした言葉かもしれないちょっとした配慮それはあなたのにおられるねイエス様の愛が精霊様がひろしくんが白血病になったから教会に行ったからイエス様の愛に知ったからそしてね彼は一つ先に天国に行ったけれどさてるくんの生涯が癒され変えられて 私の教会はそのような実態のあるもちろん頭で信仰を理解し聖書を深く知識で学ぶこれも大切ですでもよくわからないけれど人生変えられた石川靖香さんというおじいさん忘れもしない四沢に帰ってきた頃、ね、京子さんがいらっしゃいますが古い建物の ね、いつも京子さんがそこでもってガレーを切ったりするそこのとこに2時3時まで自分の息子さんのことで葛藤して、ね、でも安子さん「イエス様の愛によって変えられて、ね、じいちゃんが変わった」ということでお孫さんたちが、ね、えイエス様を信じるようになったこのような古城教会は歴史によって教会があるのです。 そしてあなたはその一員でありその恵みに預かるとともに今度はその恵みをみんなでお分かちしていく今日も祈りながらあなたが恵まれることそしてそのようなチャンス到来にね私たちをみんなで力を合わせたいと思いますお祈りします。